はいどうも、プラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は諦めないアガクということで、マイナスセカンドレグですね。まあ、プレビューというか、もう正直話すことはあんまりないとね。この間ね、第一戦の方で、お互いのリーグ戦の成績とかやっちゃったんで、あんまり話すことがないんで、まあ、予想スタメンを中心にですけどもね、いろんな話をやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、まあね、この間ファーストレグの、終了後ですねの、まあ、選手のインタビューとか、まあ、聞いているとね、なんかやっぱサポーターの、力をね、また今度ね、欲しいとか、こうね、サポーターがたくさんいるから、ね、自分たちはまた、頑張るみたいなことをね話されていましたけれどもね、本当その通りでね、多くの方々が多分この夜埼玉スタジアム行ってくれるでしょう。まあ、僕は、ね、九州の、土地からね、まあ、見守ることしかできないんですけどもね。で、この試合そう、同時視聴生放送をやります。まあセカンドレグですね。セカンドレグも、同時視聴生放送やります。で、この前に、あの、福岡、名古屋のルヴァンカップの、方もですけども、ね、生放送やって、そのままの流れがちょっと、枠を変えるか、多分枠が変えるとは、思うんですけどもね、まあ、って感じで、まあ、やっていこうとは、思っているんで、また、ね、生放送よろしくお願いいたしますと。ということで、じゃあ、この試合の、まあ、予想スタメン見ていきますけどもね、こちら。まあこんな感じで裏側だから読みづらいですね。まあ、マイナスに関してはトップ下もしかしたら西村選手が入る可能性があって、渡辺選手はどうなんだ、あの怪我ね大丈夫かっちゅうちょっと心配な点もねありますけども、まあ、渡辺選手が無理であれば木田選手がね入るでしょうし、この辺がちょっとねわからん。まあやっぱ渡辺選手よりも木田選手の方がねディフェンス面カバーリング含めてまあリードした展開であればね木田選手が頭からいる方はちょっと嫌かなっていうのは、うん、ありますけどもね。でトップ下だから先ほど西村選手が入るかどうかぐらいですかね。あとは水沼選手がね入るかどうかとか、まあその辺でしょうかね。で問題は裏側ですよね。まあいろんなね話が出ておりますね。まあ堀内選手はおそらく使わざるを得ない。まあ早川選手がねこの試合まあ無理としたらとか多分無理と思うんですよね。だからまあ早川選手がいないことを前提にこの試合話していくと、まあ、ルール上ですねアンダー21の枠のまあルール上ですけどもね、堀内選手を使わざるを得ない。まあ、早川選手か堀内選手かっていうところになってきますけどもね。でじゃあ堀内選手をじゃあどこで使うか問題には、なってきます。まあ、いろんな、ね、意見がありますよね。もうサイドハーフがいいんじゃないかとか、まあまあこう守備の負担考えるとトップ下は、怖いんじゃないか、でもトップ下の方がね、まあ、守備のところは安定するんじゃないかみたいな話があって、ただ、まあ、これ前回の生放送とか動画でも触れましたけれども、僕はもうサイドバックで行くんじゃなかろうかというところ、まあ理由はいくつかありますが、うち一つはもともと春先ですかね、キャンプの時からかな、堀内選手本職ボランチですよね。本職ボランチではあるんですけども、まあ、サイドバックの練習も春先やっていたという話をしていましたんで、まあ、一応サイドバックの練習もしているというところで、じゃあやっぱサイドバックでも最終ライン怖いんじゃなかって、例えばこれでとエウベルと長戸と、マッチアップするわけなんで、ね、いきなりデビュー戦でエウベル長戸と、ね、マッチアップかってなると怖さは確かにあるっちゃあるんですけども、ただやっぱそこを信じたいのは堀内選手も、まあ、これだからサイドバックの練習を継続してやってるっていう前提にはなってきますけれども、もうこの堀内選手だってね、それこそ裏のね、それこそね、まあ、シャルクだの、リンセンだの、ね、関根だの、大久保だのね、いろんな裏の優秀なサイドアタッカーたちと一緒にこの堀内選手も、日頃練習からマッチアップしてるわけですね。それこそ紅白戦ですよね。紅白戦でサイドバックに入った時には関根選手とかね、大久保選手で、まあ、小泉選手とか、まあ、シャルクとか、リンセンも多分サイドハーフの練習はやっていたでしょうし、ということでこういう裏の選手とですけどもね、堀内選手も練習日頃からマッチアップしてるわけなんですね。そこでじゃあエイベル長戸、確かにエイベル長戸は怖いですよ。エイベル長戸怖いですけども、ただ、ね、堀内選手だって、ね、裏の優秀な選手たちと一緒に日頃から練習してるわけなんで、そこは対応してくるんじゃないかっていう期待が僕にはありますというところでしょうかね。でもう一個、まあ、サイドバックに置くのは結局、ね、裏が追う展開なんです、この試合はね。まあ、0-1 の状態なんで、最悪1点取らんと、終わってしまうというところなんで、1点追う状態ですよね。1点追う状態で、じゃあトップ下、まあ、多分おそらくプレーも練習もしていないであろうトップ下に置くのかってなると、ね、そこで堀内選手をトップ下とか、サイドハーフに置くと、まあ正直ね、攻撃力的には1点追わないかのにね、1点追わないかのに、まあ攻撃力的には半減するんじゃないかな、まあ、半減以下に
なるんじゃなかろうかってのちょっと僕はそこは考えます。これがだからリード、ね、裏がリードしてる展開であればトップ下で堀内選手がいいんでしょうけども、ただ1点を追う展開ですよね。1点を追う展開でじゃあ堀内選手がトップ下に入って何かできるかっていうと、まあ、正直そこはあんまり期待ができないというところですよね。だから、まあ出るならサイドバックが一番で、次にまあボランチかなというのがありますよね。まあ本当、ね、どこで変えるかですけど、多分ね、なんか少しでも出せばもうなんか交代して OK みたいな話もなんかあるみたいなんで、ただ例えばね、開始1分とか開始2分で堀内交代ってなると、ちょっと堀内選手のメンタル的なとこは相当厳しくなるんじゃなかろうかとかね、多分ねそこはいろんなねまた議論が湧き起こりそうなんで、多分45分まあ短く見ても30分はやるかもしれません。まあよくね前半で悪いプレーがついた選手は30分ぐらいで交代とかもこれサッカーの世界ありますんで、まあ30分から45分ぐらいは堀内選手もプレーをするんじゃなかろうかっていうところでしょうね。だからまあ確かにサイドバックにおいてねディフェンス面も不安ですし、それこそもう1点取られたらどうなんだっていうところにもなってきますが、ただ少なくとも追う展開、裏レッズは追う展開の、ところから始まりますんで、じゃあその追う展開でねどんだけトップ下としての、力があるかどうかわからん堀内選手を使うよりも、まあ、とりあえずサイドバックに置いて、でサイドバックはまあ真ん中じゃないんですよね。これが真ん中に置くとね、だからディフェンス面の不安もあって、これだから例えば堀内選手がトップ下でプレーして、まあ、ナムテイ選手とかアンデルソン・ロペス、結構アンデルソン・ロペスも、ね、降りてきますからね。アンデルソン・ロペスは多分ね堀内がトップ下であればそこぶつかってくるでしょうしね。まあ、だからそこで真ん中で潰されてしまってゴールまで一直線みたいなのが一番怖いんで、これが逆にサイドですよね。これがサイドであればそこで奪われてもちょっとゴールから遠いというところですし、まあ、仮に堀内選手が、ね、エウベル選手とのマッチアップで敗れて、まあ、クロスを上げられてしまうとかシュートまで持っていかれても他の選手でそこはカバーをすることができるんじゃなかろうかというのが、うん、ありますんで、本当真ん中に置くのは怖い。ボランチとかトップ下に置くのは正直怖いし、やっぱそこのリスクですよね。まあ、トップ下に置くとだからね1点を追う展開でじゃあどんだけ力が出せるのかっていうとそこも疑問ですしね、トップ下に置いて逆に、アンデルソン・ロペスとかからも強襲受けてね、そこで奪われてゴールまで一直線みたいなのが一番怖いんで、トップ下僕はないと思いますし、まあトップ下に置くとしたら相当ねリスクもありますし、まあ、監督がそこの適性をね見抜いたかどうかでしょうかね。だからまあ一番手はサイドバックで、まあ守備の負担も、まあ守備の負担ありますけれども、ただまあ追う展開ってこのこと考えたら、まあそこでサイドバックでなんとか頑張ってもらって前線の選手でやりきるみたいなところでしょうかね。まあこれとかいろんな意見があっていいと思うんですけどもね。で、あとだから問題はじゃあ堀内選手が引いた後ですね、堀内選手が引いた後、まあ本当で90分やることは考えづらいんで、多分堀内選手が下がった後は関根選手が右サイドバックに入るんじゃないかろうかというところなんで、だから僕の予想スタメンはトップ下関根ですかね。前回もだから結局関根が早川選手と変わったらそのトップ下に入りましたもんね。小泉がサイドハーフで関根がトップ下みたいななのが前回のゲームであったんで、多分トップ下関根選手で行くんじゃなかろうか。まあこれ小泉と関根が逆の可能性も十分ありますけれどもね。ということで、まあ多分関根トップ下でスタートして、で途中後半から、まあ、右サイドバックで関根選手が降りてトップ下にカニとパン屋が入るんじゃなくなるかというところで、まあ、この名前を出しているわけなんですよね。だから後半に関してはね、後半45分に関してはトップ下エカニとパン屋で右に関根が回ってくるんじゃなくなるか、それぐらいちょっとね多分監督の中のまあ既存のサイドバック宮本選手、真渡選手に対する評価は若干低い感じが、うん、しますんで、多分ですけどもね、後半からサイドバック接近で、ね、トップ下はエカリントパンヤみたいな、形になるかもしれませんね。これだからもちろんね、サイドバックの候補に関してはショルツも一応サイドバックやるんじゃないかみたいなところもあるんで、ただショルツがサイドバックで、ね、岩波がセンターバックみたいに、なると控えのセンターバックが今度はいなくなるみたいな問題があります。ショルツと岩波を同時起用するっていうのは確かに一つの案ですけども、じゃあ怪我人出た時にじゃあ誰がセンターバックやるんだみたいな問題が今度出てきます。まあ控えとしては知念選手が一応いますが、知念選手がまあそのね試合に出られる状態であればいいんですけども、ただ岩波選手やっぱセンターバックの控えは1枚、ベンチに置いておきたいんで、多分ショルツがサイドバックやることは僕はないんじゃなかろうかとは思います。それこそさっき言ったね、さっきと本当さっき言った通りですけどね、まあショルツがサイドバックやるってことはセンターバックに岩波選手が入るん で岩波選手が入るってことは控えのセンターバックはまあ伊手知念選手もしかしたらいない可能性もあると、ね、いうところで、これ120分で考えたときに、例えばセンターバックの選手が足つってとか怪我してとかなってしまって、いやセンターバックいませんみたいな状態はさすがに厳しいと思うんですよね。ということで多分センターバックの控えは1枚置いておくと思うんで、まあショルツと、マリウスに関しては
らくこの2センターバックコンビで行くでしょうというとこでしょうかね。まあこれがどんだけ当たるか分かりません、どんな方か分かりませんが、ただ少なくとも堀内選手のトップ下とボランチは怖さがあるというところで、まあ、1点を展開ではそれはないとね、それはないんじゃないかという僕の予想にもなってきますし、あとはシャルクじゃなかった、リンセンか、リンセン、阿部、中島、大久保、この辺が、ね、復帰しているようなんですね。まあ、このウレッツの練習の、ね、この様子を撮った、公式 X の画像を見る限りでは阿部選手、中島選手と、リンセン選手は一応復帰はしているようなんで、もしかしたらこの試合ベンチ入りするみたいな、こともあるかもしれません。ちょっとその怪我人の復帰というところは、まあ、朗報にはなってきますし、まあ、本当この試合勝つかどうか、ルヴァンカップ決勝行くかどうかでね、やっぱリーグ戦のそこのモチベーションにも若干影響してきそうな感じがしますんで、そこ本当ね頑張ってほしいところになってきますけどもね、本当まあカップ戦の流れをリーグ戦逆転優勝にというところになってきますけどもね。はい、ということで言えますね、以上パラブンテエルサッカーチャンネルのつつんでしょうか、チャンネルでます。